それではスケーラブルジョブ級システムビルトイズドッカーというタイトルでク,クパッドの国分が発表させていただきますと私は、えっと、名前は高志国分といって、えっと、クパッドの技術部開発基盤グループというところであのレルズアプリを開発している人の開発効率を向上するための、まあ、仕事をやっていますであ、まあ、去年リビー会議でハムリットっていうテンプレートエンジンを紹介したんですけどそれの作者であったりとか あとは板前っていうシェフに似たサーバー構成管理ツールのコミット権を持ってたりとかあとはその別の実装の板前 MLB とかを作ってたりしますで弊社ではエンジニアを積極採用中ですので懇親会とかで、まあ、ぜひ声をかけてくださいで今日話すのは、えっと、ジョブ級について話しますで私たちはあの新しいジョブ級システムを作ったんですけどそれについて紹介しようと思っててなんで、えっと、それを作る必要があったのかっていう話と まあ、どんなことを考えて作ってたのかっていう話をしようと思っています。で、えっと、じゃあまず、ジョブ級とは何かっていうあの前提について話していこうと思ってます。で、ジョブ級っていうのは、えっと、まあ、皆さん Ruby を書いてるので、あのウェブアプリケーションを作っている人が多いと思うんですけど、まあ、ウェブアプリケーションっていうコンテキストで言うと、なんかすごい遅いタスクを後で実行するために使われるシステムになります。 で例えば、リクエストがユーザーから何らかのアプリケーションに来たときに、何か重いタスクをそのリクエストに対しては実行する必要があったとして、そのリクエスト中に重いタスクをやると、レスポンスを返すのがすごい遅くなってしまいます。で、これをジョブ Q っていうシステムを使った場合、Q っていうデータストアにまあジョブを入れておいて、もうレスポンサーその後に返してしまうっていうことができて、それをやると、 急にデータを入れるっていうのはそんなに重いタスクではないので、すぐにレスポンスを返せて、なおかつワーカーっていうものを用意しておいて、そこから急、えー、からジョブを取り出して実行することによって、ジョブの後で実行するっていうことができます。でじゃあ Ruby でジョブ級システムを、まあ、どうやって使うかっていうのを少しだけ紹介しておきます。で普通は、えー、RubyGem、えー、ジョブ級のための RubyGem を使って、えー ジョブを記述してで、そのジョブを、えー、とデータストアに、えー、やっといてねっていう延期をして、で、それを、えー、ワーカーがデキューして実行するっていうふうになってます。で、それを後でウェブコンソールから、えー、どういうふうになってるかっていうのを確認したりとかします。で、代表的なのはレスキューとかサイドキックっていうジェムがあって、例えばレスキューの場合の例なんですが、えー、とこういうふうにジョブのクラスを作っておいて、そのクラスが えーとパーフォームっていうクラスメソッドを持ってて、でこの最後のレスキュー、延ーみたいな感じで、そのクラスを指定して、かつそのパーフォームに渡す引数100を、まあえー、渡しておくと、ワーカーが、えー、とデータストアからジョブをデーキューしたときに、これの、えー、テストジョブのパーフォームっていうメソッドを100を引数に呼び出すということで、後でタスクが実行されます。延休をするときはその、ワーカー と、まあ、整合性が取れてないといけないので、えっと、レスキュー・ジェムを使ったワーカーを立てているときは、レスキュー・エンキューっていう API を使わないといけなくて、それと同じように、サイドキックの場合は、えっと、サイドキックはパフォーマー・シンクというメソッドを使ったりとか、ディレード・ジョブの場合は、えっと、まあレスキューに似た API を使ったりとかするんですけど、これらは、えっと、レイルズを使っている場合は、えっと、パフォームレーターっていう抽象化レイヤーで呼び出すことができます。 あんまり Ruby 会議でレイレーズの話をすると怒られるんですけど、<laughs> レイレーズだと、まあ、このバックエンドを気にせずに延期をすることができます。で、えー、とウェブコンソールは、えー、とジェムに同梱されている場合と別のジェムになっている場合があって、レスキューとディレイドジョブ,ディレイドジョブは、えーと、レスキューウェブっていうジェムとディレイドジョブウェブみたいな別のジェムに入っていたりしてで、サイドキックの場合は、えー、サイドキックっていうジェムの中にシナウで作られたウェブコンソールが同梱されています。 でこれはサイドキックのウェブコンソールの例なんですけど、えー、とタスクがいくつ、まあ、成功してて、失敗したタスクがいくつあって、あとはワーカーがいくつ動いてたりとか、まあ、なんかリトライがどれくらいされてるかとか、まあ、そういったことが、まあ、管理できるようになってます。で今日はあのジョブ級の話をするので、えーと、今日話すジョブ級のコンポーネントが何かについて、えー、と話しておきます。 に使うデータストアと,、えー、とジョブを実行すするワーカーーカにについてて主に話そうとと思ってますでデータストアとして使えるものはいっぱいあってなんかレリリースって別にメッセージを入れるためのミドルウェアでは別にないんですけどサイドキックとかレスキューは、えー、とこれを利用してジョブキューを実現しててあとはリレードジョブとかは RDB を使ってたりとかあとは、えー、とメッセージキューとして、えー、普通に実装されてる RabbitMQ とかも使われたりするし あるいは、えー、と Amazon が出している SQS、えー、っていう API、あのー、クラウド上に Q があって、それに対して延期する時、えー、ときは、AWS の Web API を使って延期するみたいな Q もあります。でワーカーは、えー、と何があるかっていうと、レ、えー、ディスをあー、ワーカーは基本的には、うん、とデータストアに、えー、こう依存してて、 レディスを使っている場合はレスキューとかサイドキックというよりはあとレスキューとかサイドキックを使っている場合はデータストアにはレディスが使われるしデータジョブを使っている場合は RDB を使うし省略権というのはえっとサイドキックの SKS 版みたいなやつがあって省略、えっと、権という輪っかを使うときは AmazonSKS を使われるということになりますで。これで前置きがとりあえず終わって、えっと、まず、えー とりあえず前半にバーベキューっていうそのジョブ級システムについて紹介しておいてまあ技術的な話はこうか後半にやろうと思ってます。なんで必要だったのかとかまあどういうふうに設計したのかみたいな話は後半でまだちょっと前置きみたいなのが続きます。これはえっとついこの間オープンソース化したばかりのえっとバーベキューっていうえっとジョブ級システムのコアになるジェムです。これは Ruby で実装されているのでまあこうやって Ruby 会議で話すことができるんですけど。<laughs> でジョブ級の、えー、とコアの部分だけ入ってて、えー、とかつ、あとすみませんあの、ドキュメンテーションをやっておこうと思ってたんですけど、ちょっと間に合わなくてあのこう、書き中です。だからちょっと今使おうとすると、もう全然分からんって感じだと思いますね。<laughs> すみません。<laughs> で、バーベキュージームには何が入ってるかっていうと、ワーカーと、えっ、ー、と、キューイングインターフェースと書いてあるのは WebAPI ですね。えー、とみたいにそのジョブを延期するときは ウェブの API を使ってやるようになっていますで。あとはウェブコンソールが入っていて、えーっと、ワーカーはそのサーバーエンジンというそのフルエント D を裏側に使えているなんかマルチプロセスのサーバーとかを作るためのフレームワークを使っていてで、このワーカーは Docker で情報を実行して、あとは通知とか、あの私たちは Slack を使っているので、Slack の通知に対応していますで。あとはウェブコンソールであのアプリケーション、 をまあ設定とか、あと通知の設定とかをやってて、なんで必要かっていうと、ドッカーでジョブを実行するので、どこのドッカー、er、イメージを使って、どのタグで実行するかみたいなの設定をまあ,あらかじめしておくという感じにやってます。で、これ、なんかこれだけ見ると、なんだかよく分かんないかもしれないんですけど、実際には、このレールズエンジンなんですね、この Web API と Web コンソールは。レールズの話はしちゃいけないんですけど、レールズの話はすると、レールズエンジンです。 だからあの、まあ、これはなんでそうしてるかというと、なんかジムを追加して、プラグインで拡張するみたいなのをやりたかったので、レーザーアプリとして作っちゃうと、なんかまあプラグインをこう追加するみたいなのがやりにくいので、レーレーズエンジンを使うようにしています。で、まだちょっと前置きみたいなのが続くんですけど、えー、とこれは WebAPI で、えーと、延期するときに使う API は、まずアプリケーションというパラメータ、あのどのどっかイメージで実行するかっていうのを指定しないといけないので、 まあアプリケーションっていうのを名前で渡してであとはさっきのレスキューに渡してたジョブのクラス名とかが入るのとあとはメッセージが入りますあとは Q をいくつか選べるようにしてあるので Q をパラメータで指定しておく必要がありますでキューイング API はどうなってるかっていうとブログっていうアプリケーションを使ったとしてそこの NotifyAuthor っていうクラスで 引数がアーティクル ID をキーに1がこう値みたいなハッシュを渡すというようなジョブを実行するときはこういうふうに呼び出します。これは JSON この JobExecutions っていう API にポストしています。で、この結果はメッセージ ID とステータスっていうものが返ってきて、メッセージ ID には UUID が入ってて、これは SKS が返しているメッセージ ID をそのまま返しています。で、このメッセージ ID を 後であのでリトライするときに使ったりとかあとはこのジョブが、えー、と実行が終わってるかなっていうのをポーリングしたいときとかに使えます。でこのステータスを返しているのは延期のときは絶対ペンディングなんですけどポーリングの API だとこれがサクセスになったりとかフェイルドになったりするっていうイメージです。でレスキューとかの例をさっき示したんですけど、えー、と Ruby で もちろんこれ、Ruby 会議で Ruby で使えるんですけど、えっと、バーベキュークライアントっていうジェムを用意してあって、えっと、先にアプリケーションとか、とそのバーベキューの API がデプロイされているエンドポイントを設定しておいて、あとは Q を、まあ、基本的にはなんか同じやつをデフォルトで使いたいみたいな用途のために、デフォルト Q が設定できてで、これを設定しておくと、バーベキュークライアント延期っていう、まあ、API を使って、ジョブの名前とメッセージを指定して延期します。 でさっき返ってきてたメッセージ ID と,、えー、とステータスが返ってくるというような感じになってます。でえー、とスライドには入れたいんですが、アクティブジョブが使えるようになっていて、あのレールズの話なんですけど <laughs>、これはバーベキューっていうのは、ジョブはコマンドので実行するんですね。でコマンドは、うん、と受け取った、えー、ジョブとそのメッセージを、うん、と呼び出すためのコマンドを がえー、コマンドっていうかレイクタスクがバーベキュージムの中に入っててでそれをまあ基本的にはレイズアプリでバーベキューを使う場合はそれをコマンドとして指定しておくことで、まあ、ジョブの定義を、えー、書いておく設定しておく必要があるということになってますでコマンドにしてあるのはその Ruby だけじゃなくて別の言語からもまあ実行したいみたいな要件があの機械学習を最近私たちやってて Python でこう使いやすいみたいなのがあって Ruby 会議でまた Python の話をしちゃうんですけど <laughs> <laughs> っやっていけない話ばっかりやってるんですけどあの <laughs> Python でまあ実行したいときのためにあのまあコマンドで Python なんとかみたいなのを指定できるようにしておりますであと離宮リ,リトライするための API を紹介するんですけどさっき返ってきたメッセージ ID をパスに含めてここにポストすると,、えー、とリトライすることができて これはジョブとか、えー、とメッセージはもう同じやつを使えばいいのでパラメータはもうディレイセカンドだけになっててこのディレイセカンドっていうのは何秒待って、えー、とジョブをデキューさせるかっていうのが指定できてこれは何用かっていうと,、うん、とジョブをリトライするときはなんかエラーになるのってなんかサービスが落ちてたりすることもあるんですよ。でサービスが落ちてるときに その間髪入れずにリトレイしまくると、それ、無知、し,し体に無知を打つみたいになってしまって、負荷が高いサーバーに対してさらに負荷をかけるということになってしまうんですね。なので、ディレイセカンズにえっとまあ長めのえっとリタイを設定しておいて、ちょっと待って、なんか復活してからリタイするみたいなのを自動的にやるために、こういう API を用意しています。で、これはまあ単純にこうディレイセカンズに数字を入れて、JSON をポストすると、同じものが返ってくるみたいな感じです。 ちょっと水を飲みますで、で最後の前置きなんですけど、えっと、ウェブコンソールがあって、うん、とこれもまあレジなんですけど、えっと <laughs> このタス、ジョブはさっき言ったレイクタスクがちっちゃくて全く見えないと思うんですけど、レバンドルエグゼクレイクバーベキューエクセキュートみたいなのが書いてあって、 これが、その、まあ、受け取った、うん、とバーベキューって環境変数を渡してコマンドを実行するんですけど、その環境変数の中に、えっ、ー、と、ジョブの名前と、えっ、ー、と、メッセージが JSON で知り合いして入ってて、で、その知り合いしたジョブ、あ、じゃあ、メッセージとジョブがこのコマンドに渡されるという形で、ジョブが実行されます。で、 えっと、実行した結果はこのジョブエクセキューションというところになんかせ成功した場合はサクセス出て出るし、まあ、いつ実行したかとか、まあ、どのくらいかかったかとかが、えっと、このウェブコンソールで見ることができます。であとなんかもう文字が小さすぎて全然見えないと思うんですけどスラックノーティフィケーションの設定もできるっていう感じです。 でじゃあ、やっと本題に入るんですが、まあ、なんで私たちが新しいジョブ級システムを作る必要があったのかということについて話したいと思います。まず、の昔の話をするんですけど、えっと、私たちはジョブ級システムを全然使ってなくてあの、レスキューとかサイドキックをごく一部のアプリケーションはまあ使ってるんですけど、本当に限られています。一応、使ってる例を紹介しておくと、えっと、レスキューは、あこれはあの管理用アプリケーションの例なんで、 なんかユニコーンとレスキューが同居しているみたいな感じだったりするんですけど、えっと、これはえっと GOD っていうプロセスのモニタリングツールがレスキューをえっとモニタリングして,てまて、あ、死んだら起こすみたいなのをやっておきつつ、まあ、ユニコーンにリクエストが来たら、レディスに延期されて、でレスキューがそれを離給してみたいな感じで、えっと、まあレディス,ゃ、えー、レスキューは動いてでます。でまあレスキューのことをまあここで軽く紹介しておくと、うん、とレスキューっていうのは、 マルチプロセスで動いてて、Ruby ってスレッドをこう同時に走らせると、あっていうか、こう同時にスレッドが走らない GBL があるじゃないですか。だから、Ruby だとスレッドセーフじゃないなんかライブラリとかが、まあ、いっぱいあって、まあ、それでもレスキューを使ってれば、もうプロセスごと別なのでこう、まあ、動くみたいなメリットがあります。であとは、後でまたそのクオリティーーオブサービスみたいな話をするんですけど、 えっと、リリースが分散してない場合は、えーっとまあ、メッセージが複数同じメッセージが重複して出てくるみたいなことがなくなりますであとはサイドキックを使ってるアプリケーションも一応あってでそれを使っていると,、えー、っとレスキューより速いという、まあ、メリットが、まあ、サイドキックのリードミアを読む限りはあってでサイドキックの場合は、えっと、マルチスレッドで動いているので,で、まあ、ジョブはスレッドセーフに実装されていないといけないということになっています でじゃあやっとその、まあまあ、本題に入ってくるんですけど私たちがなんでジョブ機を全然使ってなかったかというとそのクロコツっていう、まあ、素晴らしいこうシステムがあって <laughs> まだクローズソースなんですけど、えっと、ウェブコンソールがすごい充実してたりとかあとはワークフローがなんか,かけて柔軟にこうタスクが実行できたりとかあとはドッカーでこうジョブを実行するに対応してたりとかしてて、まあ、今でもなんかすごい便利に使っている。 っていう状況なんですけど、まあ、このクロコツーがあまりにも便利すぎて、ククパッドのエンジニアがんみんなこれを使っちゃうんですね。で、なんか <laughs>、すぐになんかリクエストが来たときに、その後にもうすぐ処理を始めたいようなタスクだったとしても、なんか10分おきにバッジを実行しておいて、そのデータベースに入れておいた行を読んで、なんか実行するみたいな方法で解決してしまう人がこう割と出てきてしまってて、それによって、なんか、こう、ジョブ級、 を本来使うべきところにまあクロコ2を使ってしまうというのがえと起きてしまってました。で最近そのアプリケーションが増えてきて、ユースケーススケもジョブーを使いたいというようなユースケースも増えてきたので、ちゃんとクロコ2みたいにこうウェブコンソールがちゃんとあって、Docker でまあジョブが実行できてみたいな、あとクロコ2の特徴としてはこういろんなジョブを集中管理できる、いろんな部署がっていうか、いろんなアプリケーションが1個の こうインフラの上で動くっていうメリットがあってそれによって、まあ、インフラのこう運用コストがすごい低いみたいなメリットがありますまあそれとらのなんか利点を兼ね備えたジ上部級システムをまあ欲しいよねということでまあ私たちは作り始めました一応クロ o c 2の紹介をしておくと、まあ、こういうウェブコンソールがあってバ、まあ、ーベキはこれのパクリですね <laughs> でクロ o c ー2はあの あの弊社の大石というものがオープンソース化を,を作業をやっているので、まあ、そのうち、まあ、皆さんも使えるようになりますでじゃあ,、まあジョブ級を作るということは決まったとして決まったとしてというかその今までの既存の交通ールを組み合わせて、まあ、ジョブ級私たちが欲しいジョブ級は作れないのかというのを当然考えると思うんですけどじゃあ作れなかったかというと,、うん、とまずそのさっきクロコツールの時にちょっと話したんですけど ワーカーを集中管理したいっていう要件があったんですね。あの、私たちはその docker でデプロイしている設定がなんかこう。80個以上あって、アプリケーションがそのあまあ、アプリケーションというか、これまあ、環境なんですけど、環境が80個以上あって、この全ての環境に対してジョブ機を1個ずつ付けるとこれ160個になっちゃうんですね。 レスキューのワーカーとかサイドキックをつけてもう勝手につけられるとこう160個になってしまうのでうインフラとか,か技術基盤の人たちが死んでしまうので <laughs> なんかまあ管理しやすくてかつまあスケールするっていうところでなんだろう、まあ、どっか,おつかあじゃあち,ょち,ょちょっと待ってください。ちょちょっとっえっとまあ 勝手にそのレスキューとかサイドキックをこうボンボン立てられるとまあ管理がすごい大変になってしまうのでまあこうインフラとか技術基盤の人たちがまあ集中管理してこうまあみんなハッピーみたいな使いやすくてまあ集中管理もできてまあみんなハッピーみたいなものを作りたかったとっいう要件とあとはまあジョブがまあ簡単にデプロイできるというのはどうしても私たちは欲しいと思ってたので。既存の 私たちは、Docker でアプリケーションをデプロイしているんですけど、まあ、既存の仕組みに乗っかれるようにしようと思って、Docker を使うという風な選択をしています。あとは、最後に書いてあるのは、みんながクロコツ2を使っちゃうので、クロコツ2をパクっています。はい。で、えーと、あとはもう一つ背景を説明しておきたいんですけど、私たちはドッカーでほとんどのアプリケーションを、ほとんどのアプリケーションをデプロイしていて、 えっとまあ、さっきの申し上げた通り、80個のデプロイ設定があって、でこれらはもうその80個って言ってるのは、ほとんどは AWS の ECS っていうものを使って、そこにコンテナをデプロイする形でアプリケーションをデプロイしていて、ECS っていうのは EC2 コンテナサービスっていうやつの略で、ECS2 っていうのがそのサーバーですね、クラウドが管理してくれる1個のサーバーで、ECS っていうのは、 ーー EC2 っていうサーバーをこうクラスターとしていっぱい並べておくとそのクラスターの中で CPU とかメモリが余っているところで DockerRun をしてくれるみたいな、まあ、サービスになります。でこれを使うと何がよろしいかっていうとえっと c k e r を実行したいリソースをスケールインとかスケールアウトさせるときにまあその単純に ECS のクラスターのサーバーの数を増やしたり減らしたりするだけで オートスケールが実現できるというところがメリットだと思っています。なので、私たちはその Docker で、えー、とジョブ級システムを構築し直すことによって自動でスケールするような、えー、利点を得ることができました。で、じゃあ内部がどのように設計されているかという話をしたいと思います。で、さっきその Q とワーカーについて話していたと思うんですけど、まず Q について話すんですが、 Q2 は AmazonSQS を使っていて、でこれは、えっと、クラウドが管理してくれる Q で、まあ、API を叩くだけで延期、えっと、とかで急ができて、あとは、まあ、特徴としてはファストって書いてあるんですけど、何と比較してファストなのかちょっと申し上げにくいんですが、あのそんな,なんかコストはかからないという意味で書いてます。であとは、えっと、分散 SQS は裏側でこう分散しているっていうふうに、まあ、ドキュメンタリーは書かれていて、なので、まあ、スケール、スケーラブルでかつあの リライアブっていうのは私たちが,私たちが運用してて、まあ、そんなになんか落ちてるのを見たことがないということで、わと信頼できるかなというふうに思ってます。であとは、あの私たちはこう基本的にインフラを AWS 上に構築してて、なのでまあこれを選択しいるっていうのもあるんですけど、まあ、SNS みたいな、AWS の別のサービスとまあ連携がこうしやすいっていうメリットもあります。でただ、デメリットとしては、 まあこれはトレードオフもあるんですけど、あのアットリーストランス、メッセージが、延期したメッセージが全く同じものが、同時に、どこかから同時にデキューの API を呼び出したときに、同じメッセージがデキューされてしまうということが起きります。なので、これを共有できないシステムでは使うことができません。であとは、さっきディレイセカンズっていうパラメータがあったと思うんですけど、 そのリトライとかで後で何秒後にできるしたいみたいな指定がまあ最大でも900秒にしかできません。だからも、なんか1日後に延期したいみたいなそういう要件には使えません。で、QOS の話をします。えっ、ー、と、SQS はアットリストワンスっていうふうに申し上げたんですけど、これは、えー、QOS って呼ばれているものには三つ、大きく3つ種類があって、アットモンストワンス。 あの最大でも1回しかできるされないけどそのできるされないけどまあたまにジョブがジョブがなくなるっていうかメッセージがロストすることがありますよっていうのがアットモストワンスですアットリストワンスはロストすることはないけどなんか重複して出てきてしまうこともあるっていうものででエグザクトリーワンスっていうのは何があっても重複しないし何があっても落ちないみたいなホントかよみたいな QOS ですね でこれを、えー、とエグザクトリバワンスをやろうとすると、まあ、もちろんその分散環境でやるとしたら排他制御が必要になるし、まあ、スケールもなんかロックとかしてるからしにくくなるっていう、まあ、デメリットもあるんですけど、まあ、これが本当に実現できたら、まあ、リライアブルですよねっていう話ですねでただ、まあ、こうエグザクトリバワンスをやろうとするとなんか実装もめちゃくちゃ大変になるし、まあ、スケールもしにくくなってしまうので、まあ、集中管理したいっていう音には、まあ、まず使えなくなってしまいます でその上で、うんとまあどっち、そのアットモストアンスかアットリーストアンスを選ぶんですけど、まあ私たちが、えっと、ジョブキを使う前に、こうどういう用途に使いますかっていうのをヒアリングした結果、まあこうアットモストアンスだと困るようなユースケースが、あ、じゃん、アットリーストアンスだと困るようなユースケースがそんなになかったので、まあ、うんなんだうんあ、はい、そうですね。っていうことで、えっとアットリーストアンスを選択しました。 っていうのと、まあ、あとは、えっとまあ、集中管理したい、そのまあ、デプロイの設定が80個から160個に <laughs> 増えないようにするために、その80個を、えっと、同じシステムの上でこう集中管理して動かしたいので、それをやると、い,いろんなアプリケーションからデキューされるわけなのでこう、スケールしてくれないと困るっていうのと、まあ、リライブルじゃないといけないよねっていうのがあって、なんかちゃんとこう信頼できるものを使いたくて。 SKS っていうなんか実績のあるいいやつがあったのでまあ使いましょうということになりました。でまあさっき述べたんですけど、まあ、うちのユースケースだとこう重複してメッセージがああジョブができるーされてもそんな困らないということでまあこれを選んでます。で次にえっとまあやっと Docker 周りの話をするんですけど、えっと、バーベキューワーカーは Ruby で実装されててこれは Ruby を選択したのはその、まあ ジョブは重いタスクを後で実行するみたいな用途にこう使うのでまあこ Ruby で書いたからといってそのレイヤーでそんなこうデメリットになることはないと考えたので私たちは Ruby でこれを実装しています。で、えっと、ジョブを実行するためにえっとどうやって実行しているかというのはまあさっきまあもう言っちゃってるんですけど API に入ってたジョブの名前とあとはメッセージを JSON に知られたものを環境変数として そのジョブで設定してあるコマンドに渡して実行することによってジョブは実行されます。っていうふうに実装していて、で、Docker 周りの話をすると、えっと、ECS で、えっと、ジョブを実行していて、で、これをやる部分は、えっと、こうバーベキューっていう自分の中には含めてません。これはなんでかっていうと、うんと、去年私たちは ECS じゃない自分たちでこうデプロイツールを作ってて、 e c s いいシーを使ってなかったんですけど、まあ、このように Docker を走らせる環境がわりとすぐ変わってしまうので、なんかドッカーをこういい感じに走らせたりとか、えっと、スケールさせるみたいな仕組みは、バーベキューのコアからは外して、えっと、なんか解決すべき問題に集中して実装しています。で、じゃあ実際に、えっと、箱っていうツールを使って Docker のジョブを走らせてるんですけど、これは何かっていうと、えっと、ドッカーをデプロイするための ドッカーコンテナをデプロイするためのツールで、えっと、バックエンドとしては、まあ、普通にドッカーデモンの上でこうドッカーランするみたいなのもできるし、まあ、Amazon ECS を使うこともできるみたいなツールです。でこの ECS を、えー、と私たちは主に使ってて、えー、ともうすでにそのさっき80個以上って書いたんですけど、それはほぼすべてが ECS にデプロイしている箱の設定ですね。箱はで、えーと 設定を記述することができて、その YAML が80個ぐらいあるみたいな感じですで。それがオープンソース化してるんですけど、そのバーベキューと箱を接続する部分は割と社内コンテキストなものが多かったので、まだこれもすみません、クローズです。でじゃあ、えーと、ワーカーがどんなように動いてるかっていうものについて説明したいと思います。でまず、えーと、ワーカーは、ワーカーはじゃないや、これ、えーと、アプリケーションに、えー、とリクエストが来たときに、 バーベキュー API っていうものをデプロイしておいて、そこにジョブを延期します。まあ、そのさっき申し上げた延期 API を Ruby のクライアントが呼び出したとして、そうすると、バーベキュー API は裏側で Amazon SKS にメッセージを延期します。このときに、バーベキューのフォーマットに変換して SKS に入れているという感じになります。でその後、バーベキューワーカーっていうものをデプロイしておくと、これがあれですね、サーバーエンジンで実装されているやつなんですけど、 ここでデキューが走ると、えー、アプリケーションに飛んできていた、えー、とジョブとかメッセージが、えー、ここでワーカーに渡ります。でバーベキューワーカーはジョブを実行しているのがどういう状態かっていう、えー、とペンディングとかさっきサクセスとかフェルデートとか書かせてたと思うんですけどそれは RDS に入れててでこれは、えー、とペンディングっていうのを最初に入れてるっていう、まあ、矢印なんですけどあのこの RDS は実っ、えー、と、 ワーカーからしか触らないようにしてあって何でかっていうと RDS ってまあメンテをやらないといけないんですね定期的になんかこうスケジュールのメンテナンスみたいなのが飛んできてだからそれをやりたい時にこう簡単にできるようにこの RDS は書き込みはワーカーからしか起こらないようにしてありますでえとジョブの実行は ECS 上で行っていてさっきえと申し上げた箱っていうツールを使ってえその ECS のクラスター EC2 インスタンスがすごい並んでいるところのリソースが余っているところでさっき申し上げたような感じでコマンドを実行することによってジョブが実行されます。で、この結果を、えーまあ、RDS にこうなんか長い STDA とか STDA を突っ込みたくないので、まあ、SDA に、えー、とログは入っています。で、これが、えー、と実行が終わったら、えー、RDS にペンディングだったステータスをサクセスとかフェイルドにするっていう書き込みを行うことで ジョブの実行が終了するという感じになります。で、えー、と次にオートスケールの話をするんですけど、うん、とさっき申し上げたように、えー、ECS でジョブを実行しているので、この ECS の中に入っている EC2 のサーバーの数を、えー、増やすだけであの、ジョブが、ジョブじゃない、えーと、ジョブを実行するためのリソースを自動的にスケールすることができます。 でこ,れをこれがなんでできたかっていうと、あのジョブが普通、えっと、レスキューとかサイドキックを ECS に普通にサービスとしてデプロイするとするじゃないですか。でそうすると,、えっと、今どのくらいジョブを実行するためにリソースが必要なのかっていうのは計算できなくて、ECS っていうのはサービスを動かすときにいくつの、どのくらいのメモリーと CPU を使うのかっていうのを設定できるんですけど、 レスキューを e c s を使って普通に立てた場合は、そのレスキューが1個動いているための、えっと、CPU とかメモリーだけが設定されてしまうので、まあどの、今どのくらいタスクを実行する必要があって、なんかいくつリソースが必要なのかみたいなのは計算することができません。で私たちが、えっと、バーベキューを使うことによって得られた、まあ、一番大きなメリットというのはここにあっていると思っていて。 ECS っていうのはジョブ、コマンドを実行する、えっときに、どのくらい CP を使って、まあ、メモリを使うのかっていうのを、まあ、あらかじめ設定しておく必要があって、でそれによってあの、このジョブをいくつ実行するためには、どのくらいリソースが必要なのかっていうのを、まあ、正確に計算することができます。なので、えっと、この性質を利用して、こう定期的にあの、えー、定期的じゃない、えっと、ジョブを ジョブを実行しようとした時になんか、えー、ときにリソースが足りなかったら、えー、EC2 の, EC のオーストスケーリンググループっていうのを使って、えー、とクラスターの数を自動的に増やすということをやってジョブが、えー、と実,実行するのに必要なリソースが足りなかったら、まあ、勝手にこうなんかリソースが増えるみたいなことが実現できています。でなんかまあ、こ,うこれができたことによってこうジョブがこうすごい詰まって リソースが足りなくなって、まあ、皆さんがアラートで起こされてなんか自分で手で対応するみたいなこう苦悩から解放されるっていうのが、まあ、いいことかなっていうふうに思ってます。であと、えっとまあ、リソースがちゃんと計算できるので、えっと、ECS クラスターの、まあ、リソースがすごい余っててなんかいらないよねっていう時はこうちゃんとサーバーの数を減らして、えっと、ECS クラスターの、まあ、余計なリソースを減らすことによって そのサーバーにかかるお金をまあ節約することができます。なので、皆さんの運用コストはまあものすごい下がるし、なんか使うべきお金もまあ減るので、みんなハッピーみたいなのが、バーベキューのメリットにバーベキュー、我々が構築したシステムのメリットになります。で結論としては、私たちはアプリ新しいジョブ級システムを作ったんですけど、目的としていたのは、ジョブ級の、えっと 環境をまあ勝手にたくさん立てられたりするとまあ運用がすごい大変になってしまうのでまあそれらをドッカーで1つの環境上でまあ集中管理して実行したいなおかつ Docker とかを使わないでやってしまうと同じサーバーになんかいろんなアプリケーションのクレデンシャルが同居して,てなんか治安が悪いみたいなそういう状態になってしまうんですけどドッカーを使うことによってクリーンな状態を保ってえと集中管理ができるというメリットがありました。 で、プラス ECS、えー、と, EC を使っ EC とあの AWS の EC2 のオートスケーリング,グループっていうのを使うことによって、えー、と正確にそのジョブが必要としているリソースが足りないときとか、あと余剰余っているときに、まあ、正確に、えーとジョブえー、とサーバーのリソースを、まあ、増減させることができるようになりました。で、そのコアになっている、えー、とジョブの、えー、とウェブインターフェースとワーカーと、あっ、Q、ん ウェブインターフェースワーカートあ、ウェブコンソールはえっとまあそれレイズエンジンなんですけど、えっとここのクパットすらバーベキューというところにオープンソースとして公開してあります。以上が発表になります。素晴らしいシステム作りましたね。<laughs> 私も使いたいね <laughs> い。ありがとうございます。<laughs> もし英語のドキュメンテーションが欲しかったら通訳してあげるから大丈夫ですよ<おー> <laughs> すごく変な通訳かもしれないけど頑張りますありがとうございます、はい、では4分ぐらいも質問時間がありますので誰か質問したい人いますかはい あ発表ありがとうございます、えっと、アイデアがすごいというかドッカーを使う仕組みはですね僕もぜひパクりたいと思っているのでオープンソース化本当とありがとうございます。はい、でえっとえっとまあ質問2つあってそのドッカーをベースにジョブジョブワーカーを動かすってことはその、はい、例えばそのジョブ1個単位でその何か新しいドッカーイメージとかをリあのプライベートなリポジトリとかにデプロイしていてそれを引っ張ってくるみたいな形でその ECS で起動して。 ジョブを実行するみたいな形になってるのかもしくはそのアプリケーションコード自体にそのジョブの定義とか埋め込まれていてアプリケーションコードのどっかイメージを使い回してるのかみたいなのがちょっと、まあ、両方やってるのかもしれないですけどそれがちょっと1個です。えっと正解は両方やってるっていう方で、えっと、なんでそれを <laughs> ああまあ基本的には。 両両方方使ってまますすじゃないあすみません、えっと、<laughs> <laughs> アプリケーションの方を使ってて、えっとまあ、それはさっき言った80が160にしたくないみたいなものがあってあの普通に、えっと、例えばクックパッドブログっていうサービスを、えっと、YAML で1個設定を書いておく必要があるんですね。でそれは、うん、普通にバンドリーグゼクユニコーンなんとかなんとかみたいな感じでユニコーンを起動するための設定なんですけど、えっとまあ、ジョブを実行するときは えー、レイクバーベキューエクセキュートみたいなコマンドを、まあ、実行するというの上,書上書きは当然できるので、うん、まあその YAML のコマンドの部分だけを上書きして実行するっていうふうにしてるっていう感じです。 あなんとなく想像つきましたありがとうございます。でもう一つが、はいえっと、Ruby とそのシステムと全然関係ない仕組みの質問で割と恐縮なんですけど ECS からログ取るのって割と面倒くさいじゃないですか。<laughs> であのさっきの STD アウトとか STD エラーとかをその僕も ECS でいろいろ実行するのを試したんですけどそのログをどういうフローで取ってどこに保存してどうやって参照するかっていうのが結構作り込むのが面倒くさそうで,でその辺りの仕組みもうちょっと詳しく聞きた,か聞きたいなと思ったんですけど。 まずログって2種類あって ECS を実行する箱で ECS にリプレイするコマンドのログとその ECS 上で実行されたログの2つがあってその ECS 上で実行されたログはさっき言った通り S3 に保存していてそっちはもういいんですけど ECS を実行する方のログ なんか多分大変だと思われてる方は、まあ、僕がこう整備したわけじゃないんでなんか多分ちょっとほの人に聞いた方がいいんですけどえっと普通にあ普通にじゃないえっとクラウドあすみませんクラウドウォッチにログが入っててでそれをうんとまあ集中管理してるなんかログが見れるアプリケーションみたいなのを社内,社内で作っててなんかそれの中にその YAML で定義されてるやつがこうログがいい感じに出てくるみたいな。 <laughs> いい感じとか適当に言ってしまう何も伝わらない, <laughs> いや最悪だと思うんですけどとりあえず一回クラウドウォッチログズに突っ込んでから何か,何かしらの方法で API 叩いて取り出してるみたいな感じをしてるんですかそれは多分そうなんですけど僕はちょっと正確な、うん、で適当なことしか言えないんであの <laughs> そ,れそれだけやってるああその辺のなんか鈴木浩平っていう人とかに聞くといいと思いますす <laughs> ご <laughs> いねちょっと密つの質問するのに、ね、はい次の人はこちらですね えっとちょっとシステムの構成に疑問があって、あのエンキューイング API ってやつがあるじゃないですか。延ーは HTTPAPI で、そうです。延級して、そうです。でもデキューは SQS から直接取ってですね。いや、うん、いやいやうんあいやうんそういう図になってます。そうです。すみませんはいそうなんかそこなんかチンガハムだなと思ってちょっとググっ。うんとそれは SQS からデキューする側は一応バーベキューの内側っていうかそのなんだろう SQS に触る部分がバーベキューだったら別にいいと僕は思ってるので。 そうしててるって感じですねできだってそのバーベキュー側あのうんあすいませんちょっと落ち着きますえっと <laughs> 別に本来はえっと SKS に直接延期したっていいわけじゃないですかでもそのバーベキューでラップしてるのは何でかっていうとえっとメッセージのフォーマットを、まあ、こっち側で決めたいんですねあのなんかないやそれもまあ,あちょっとああすいません落ち着きます 実装を隠蔽したいですじゃあそれで <laughs> 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 いやそれだと、デキューも隠蔽しないと、じゃな <laughs> い,いや、デキューの方はよくて、それなんでかっていうと、まあ、それ、別にそっちがバーベキューのワーカーだから、別に、あのすみません、<laughs> <laughs> えっと、バーベキューの API 側は、他のいろんなアプリケーションが叩くから、統一したいっていうか、すごいシンプルにしたいんですよ。SKS のなんか、こう、権限管理とかをしないで、なんかベ、バーベキューの API のすごいシンプルな形で叩きたい。なんかフォ インターーフェースが SKS S とは当然違うわけじゃないですかアプリケーションとジョブとメッセージと Q みたいなっていうようなすごいシンプルなインターフェースにまずしたいっていうのがあってで、デキューする側はその別にいろんなアプリケーションが叩かれないバーベキューワーカーっていうそのアプリケーションんシステムしか,からしかデキューしないので別になんかそこをなんかバーベキューのデキュー API 作って経由するみたいなメリットがそんなないと思うんですよねただオーバーヘッドが振るだけかなと思っててだからそこは別にいらないかなっていうふうに僕は思ってるんですけどどう,どう思いますか ですそうです。